関しては1から2滴1回に、これを1日に、まあ、可能だったら4回ぐらいやってもいいかな。で B に関しては一緒です。食欲が出てくるまでは4回やってもいいです。で食欲がちょっと出てきたら、体重がちょっと落ち着かなくなったら2回とか1回とか、すごい調子が もしね上がってくれたら2日に1回にさ、2日に1回にするとこれステロイドだから副作用が出てくるんです。ただね、まあとにかく良くなるまでは1週間でも2週間でも1日何回か使っていいですよ。そうじゃないともうアウトになっちゃうから、そういうことだから、これどうやってやる、あ、やるとこじゃあもう一回見せましょうか。動画でいつもやってるんですけどね、口に入れる、そうそうそう、口に入れる、だから点眼瓶に入ってるから、こういうふうな感じでね、だからいろんな薬が特に混ざってるんで前もって振っといてね、ここで10だから今出してきたらエアコン止めといてね。それからあと健康チェック表で、これ手とかですか、はい、手作り合わせとか、いや、いい、これでで、まあ、食欲ゼロですね。で元気がまあ100として30ぐらいで、ここ S の第5って書いてあるけど、普通だったら5個分ぐらいのやつが1個出てたんだけど、普通だったら10個分ぐらいのやつが固まって出てたんだけどです。で体重の朝一はすいません、78です。で今日朝流動食を 3cc 入れて78が、まあ入れた後は81にはなってますけど、だここはまあやんなくていいから、体重もまあ朝と夜と2回ぐらい測れるといいですよね。であとはここ作りました、カイン保育器、あ、はい、大丈夫、それで作って温度計の中に入ってますかね、はい、で温度を測ってください、1、2、3回ぐらい、35度とか、うん、だからその温度を朝とそれからお昼と夜とね測って、なるべく温度差がつかんように、で状態によってこの温度はね、うん、まあ、33ぐらいにしていい、30から33でいいんだけど、今はね、なんかね、ちょっと35にしてますわ、調子悪そうなんで。だから、ただ口を開けてるようだったらちょっと暑いから少し下げた方がいいですよね、うん、だから30から33から35ぐらい、ここら辺にした方がいいかな。湿度は 40% 超してるようにね、だからこれは今、この季節は多分そんなに気になくしなくてもあると思うから、じゃこれはかける範囲で、なんかその特に知りたいのはうんちと体重かな、見た感じの元気と。でお薬はちょっとじゃあここの袋に入れさせてもらいますんでね、あ、そうか、やり方見せるんですよ、いいです、大丈夫、動画で見ましたか、はい、YouTube で先生なんか目に点眼をして、点眼はまああんまりいろいろお願いすると大変かなと思ったから、点眼は出しません、わかりました、はい、じゃあこれね、はい、すいません、じゃあちょっと連れてきて、はい。